はい、皆さんこんにちは、ワンダルキルフィッシュです。では今回は帝国の偽善法バブギット、日本軍プレイで駆逐艦のみで、米軍イギリス軍を倒していこうというコンセプトでプレイをしています。前回はですね、こちらインド洋まで攻略が完了しています。ここでね、鉄とお金とアルミを、手に入れられるとこういう状態に持ってきています。で、今回はですね、この地中海で孤立しているドイツ軍、イタリア軍、これをね、救援すべくアラビア海、紅海、この辺りまで進出してですね、分断されてしまっている友軍をね、なんとか助けてあげたいというふうに思っています。で、艦隊は今インド洋に集結させようとしています。まあ、駆逐艦のみの艦隊で編成しているわけなんですけども、敵の基地の攻撃には揚陸艦を使っていくという戦術になっています。では、一旦ですね、駆逐艦の修復を行ってからアラビア海に攻撃を仕掛けていきたいと思います。まずは諜報活動としてスパイを入れ込んでおきましょう。次のターンで、アラビア海に侵入可能な敵の部隊はというと、マダガスカルにも敵の艦隊は入っていないようなので、まずは次のターンで敵がやってくることはなさそうですね。となるとインド洋からアラビア海に向けて艦隊出動させてもいいかもしれないですね。一旦だけ、駆逐艦がね、修復されるのを待ちたいと思います。スパイはマダガスカルに入れて、物資の援助は鉄がドイツ軍は全くない状態なので鉄を送ってあげましょう。技術開発に関して言うと、一旦鋼材レベルを上げて、機関レベルも上げておきましょう。鋼材レベルと機関レベルがそれぞれ30に到達すると、小型ディーゼル機関の1、まあ、これは駆逐艦用の機関になりますけども、これがね、解放されて、新しく駆逐艦の設計ができるようになりますので、まずはそこまで、持っていきたいと思います。で、あとは、今回、駆逐艦しか使えないので、駆逐艦がね、バッタバッタと沈んでいくので、駆逐艦を残り作っておきます。今回、駆逐艦で数用意しているのは、この島風型の駆逐艦ですね。島風型の駆逐艦は何といってもですね、主砲、副砲の威力は、まあそこまで強くないんですけど、魚雷が5連装3機ついてるんですね。これが本当に強いです。なので、魚雷でね、敵の戦艦、空母を沈めていくというのを考えています。では、一旦時間を進めていきます。マーシャル沖に敵艦隊侵入。ここは厳しい戦いになりそうだな。とりあえず基地航空隊と今いる駆逐艦隊でね、なんとか防衛をしていきましょう。艦隊の方は申し訳ないですけども、逃げ回り作戦に入れます。とにかくね、マーシャル沖を取られないようにっていう観点から、ひたすら各艦隊、端っこに逃げます。帝徳の決断法ではね、潜水艦が残ってるだけだとその海域は取られてしまうんですけども、駆逐艦が一隻でも残ってればその海域は防衛扱いになるので、ちょっとせこいんですが、今回は、駆逐艦に逃げ回ってもらって防衛を果たしていきたいと思います。では時間を進めていきます。はい、マーシャル沖なんとか防衛してます。駆逐艦を一隻、残念ながら失っていますが、無事に防衛を果たしています。先ほどお話してた小型ディーゼル機関の1が開発可能になりましたね。早速こちらは開発に乗せていきましょう。で、南太平洋の攻略はですね、まあ、これもやらざるを得ない感じなんですよね。攻略目標として、大本営の方が出してきているのが中部太平洋、リューシャ、南太平洋のいずれかなんですね。今海軍は
イタリア、ドイツの救援船のために地中海を目指しているんですけど、真逆を向いている。まあこれは海軍中枢と大本営が意見が一致していないっていうね、あまりよろしくない状況ではありますね。アラビア海のスパイ捕まってしまってますので、もう一度スパイを送り直しておきましょう。スパイを送ったら技術開発で小型ディーゼル機関のね、1を開発始めちゃいましょう。お金が、まあ、少し不足してきているので、できれば作戦をね、実行して、その実行した作戦のもとに達成ボーナスとしてお金を受け取るっていうのがねベストなんですけどね。今残念ながらお話した通り、我々の作戦域と大本営のから指示されている攻略目標がね全く別の方向を向いてしまってるんで、ここをね、ギャップが生まれてるっていう状況をどう解消していくかなんですけど、いずれにしてもこのままだとドイツ軍が降伏してしまうので、ドイツ軍が降伏するとねすごく苦しくなるんで、ドイツ軍が降伏しないように先に地中海まで援軍を出して、その後太平洋域にね作戦域を変えていきたいと思います。ではこのまま時間を進めて一気に攻略戦を行っていきましょう。アラビア海一か、できればもうちょっと情報欲しかったけどな。ここは粘りましょう。情報をもらえるまでは我慢しましょうか。もしくは雨が降ってるとか、そういうねグッドな情報があれば考えてもいいんですけどね、曇りですからね、雨が降ってたらね出撃してもいいかなと思うんですけどね。ではここもまた技術開発薄く入れておきましょう。物資の援助は鉄、いやドイツ軍鉄が完全に枯渇してますね。ここは友軍としてしっかり鉄を供給してあげましょう。まあ、今我々は鉄よりもお金がちょっと足りてない状況ですからね。鉄はね駆逐艦なんでそんなに使わないっていうのもあるんですけど、お金はもちろんね駆逐艦作るのにもお金かかりますし、飛行機作るのもお金かかりますし、技術開発、新兵器の開発にもお金がかかるっていうね、まあ、そういう状況ですからね。さあドイツ軍ここ防衛してくれよ。ギリギリ防衛だね。イタリア近海を防衛してほしいからな。まだ諜報員逮捕されてんだ。構成用火薬はね、大口径の手法があると威力がねすごく増すんですけどね、駆逐艦の貧弱砲だとどうだろうっていう感じかな。腸活動を行います。アラビア海のスパイレベルが全然上がってこないな。イタリア近海がいよいよ危なそうなので、ここはちょっと強行しましょうか。強行して援軍として向かっていきましょう。アラビア海の方、しかも雨だな。敵の艦隊はイギリス軍の第12艦隊9隻。雨が降ってるこの隙に艦隊を出していきましょう。だいぶね艦隊の方も、そういう意味で言うとしっかり増強されているこの状態なので、艦隊をね再編して出撃をしていきたいと思います。ではアラビア海攻略戦始めていきたいと思います。敵の艦隊は1の予定です。マダガスカルに敵の艦隊は入っていないので、このまま次回のターンはアラビア海、イギリス軍のね一個艦隊のみということになろうかと思います。突入する艦隊は第1、第2、第4艦隊、第6艦隊は予備の艦隊ですね。これは各艦隊から駆逐艦撃沈されたら補充するための駆逐艦です。場所は3つ飛行場ありますので、この飛行場を目指しつつですね、敵の艦隊の撃滅を図っていきたいと思います。まずは最初に第4艦隊
これ一番近い第二飛行場を目指しましょう。残りの第一、第二艦隊で離れた敵の第一、第三飛行場をそれぞれ狙います。日没とともに出撃をして、すぐにね、第二飛行場の方は破壊を始めていければいいかなと思います。雨がね、降ってるのは確認済みですからね。では、飛行場破壊に早速、向かってもらいましょう。残りの艦隊は、現時点では一応ね、敵の艦隊と敵の飛行場と、まあ、2つ狙ってもらいたいと思います。で、揚陸艦はその場で待機。敵の艦隊撃滅してから揚陸艦まで出しましょう。まずは敵の飛行場を難なく排除しておきたいのと、敵の艦隊をね、どうやって撃滅するかというところですね。で、第一艦隊、第二艦隊が洋上の中心部まで進出したらですね、揚陸艦部隊もね、少しずつ少しずつ前に出していきたいと思います。揚陸艦は、前回の動画でもお話していると思うんですけども、艦隊に対して攻撃をかけたり、航空機を撃ち落とす対空防御があったりするわけではないので、護衛艦ありきの戦いにはね、なってくるかなと思います。では、陸戦隊を敵の第二飛行場の方に向けてね、順次発進させていきましょう。5隻の揚陸艦から敵の飛行場を攻撃していきますので、まあ、ここでね、確実に敵の飛行場を破壊できればいいかなというところですね。まだ敵の艦隊を発見できない。揚陸艦が出撃していっています。揚陸艦から陸戦隊が出たらもうその陸戦隊はね、再利用できませんので撤退をさせてい、きたいと思います。さあ、陸戦隊が出てます。まず4つの揚陸艦から陸戦隊を出しました。これで、破壊がね、完了してくれればいいかなというところですね。うまく破壊が完了してくれたら1隻分ね、余裕を持たせてある状況になるので、だいぶ楽になるんですが、今約半分ぐらいですかね。削ってますね。なんとかなりそうだな。では、1隻分の陸戦隊は残して、他の陸戦隊と合流させましょう。敵の艦隊を発見してます。お、結構大型だな。これ、従順と思われる敵の艦影を発見してますね。では、ここから艦隊戦の指揮を取っていきましょう。敵の飛行場は破壊してますね。では、まずは魚雷を一発打ち込んでいきましょう。もう、ライト点灯します。これ、戦艦もいるな。第1、第3艦隊で敵を挟み込みましょう。魚雷は撃てるときに撃つ。結局、駆逐艦沈んでしまうともちろん魚雷撃てませんからね。魚雷は撃てるときに惜しみなく撃っていきましょう。ちょっと待ってね。敵の艦隊、さらに発見してる艦があるな。これは敵の艦隊、2個艦隊。マジか。1個艦隊じゃないのか。2個艦隊いますね。これは、そうなるとちょっと話が変わってくるな。ちょっとここのところ、この手のミスが多いですよね。2個艦隊あっても2個艦隊撃破していきましょう。そうなると、第三艦隊がいつ到着してくれるかで戦況がだいぶ変わりそうですね。さあ、いい感じだ。これはうまい具合に敵の艦隊を巻き込めそうですね。第三艦隊が到着したら、まずは敵のね、艦隊に割って入りましょう。第2艦隊も
敵の艦隊に魚雷をね打ち込んでいきます。そこそこの艦隊のね規模になってますね。敵もねもうちょっと小規模を想定していたんですけど、夜明けまでに敵の艦隊を撃滅して一度撤退したいよね、この戦闘域からで。敵の航空機が飛んでこないところまでね一度ね撤退したいなというところですけどね。さあうまい具合に艦隊運動はできてますね。このまま敵の艦隊にとどめを刺していきましょう。第3艦隊ももうすぐ戦闘域に到達できますね。では第3艦隊で敵のね、追撃戦に移りましょう。第2艦隊も敵の追撃に入ります。で気をつけなきゃいけないのが、微妙な場所に今揚陸艦が待機しちゃってるので、この揚陸艦をね少し逃がします。了解。敵の撤退行動中に揚陸艦が敵と遭遇して沈められるというのはね避けたいですからね。せっかく、ここまで頑張って守り抜いてますからね。了解。敵をしっかり追撃して仕留められるときに仕留めておきましょう。第1艦隊がちょっと数減ってきてるな。第2艦隊は追撃入ってます。揚陸艦が少し足が遅いので危ないかな。なんとかで、追撃して揚陸艦の被害が出ないように気をつけたいと思います。第1艦隊と第3艦隊は一度洋上に退しましょう。このままだと敵の航空機にさらされてしまいますからね。第2艦隊だけ敵に追撃をかけます。では洋上に退避しましたので、このまま夜になったらですね敵の飛行場に陸戦隊を送り込んでいきたいと思います。では夜になってますので陸戦隊をね敵の基地に突入させていきましょう。まあもうすでに敵の艦隊は壊滅ないし撤退をしているはずなので、こっから先は本当にね、揚陸艦で敵を潰すというフェーズなんですが、ちょっと突入のタイミングが遅かったかな。敵のね、基地から航空機が出てき来てしまうかもしれないかなっていうね、そういう夜明けを意識しなきゃいけない時間帯になってますね。あと2時間で敵が航空機を飛ばしてくる時間帯になります。夜明けを迎えると、そういうことですね。大船団による陸戦隊投入はうまくはまれば強いですからね。さあ陸戦隊が順次突入を開始しているという段階です。まずはこのね今画面に映ってる飛行場から確実に排除していきましょう。これで陸戦隊が全部出たかなっていうところですね。ではもう一つの飛行場の様子もね、確認をしていきたいと思います。攻撃機が飛んでるな。ただ幸いなことにこの陸戦隊を積んだ方ではない、陸戦隊を出した方の揚陸艦部隊の方に攻撃を仕掛けてくれてるので、まあこれがまだ幸いしたから沈んでしまうかもしれませんけど、
はい、大丈夫そうですね。あとは敵の艦隊がまだどっかに残ってる？大丈夫だね。はい、これでアラビア海攻略できています。損害状況を確認していきましょう。味方の方ですが、第1艦隊から駆逐艦が3隻、第2艦隊から駆逐艦7隻、これをロスとしています。イギリス軍の方は第12、第16艦隊ほぼ壊滅させました。で、占領しているのでスパイレベルが上がって、さらに技術レベルも上がっています。輸送船は打砲完了。ではこの後はですね、お話してた通り地中海にいる友軍がね、孤立してますので、ここの壊滅戦を行っていきたいと思います。お、酸素魚雷がね、これ威力が増す上に、その射程がね、伸びるものになってますので、これでどうだろう、開発期間13週、お金かけてでもやりたいですね。中型ディーゼル機関はね、巡洋艦用の機関になりますので、これは開発する必要はないかな。はい。で、作戦目標に地中海が出てきてくれればいいんだけど、出てこないよね。はい、では次回はですね、東地中海に突入をしていきたいと思います。